はい、どうも、妖怪三国志国取りょうず、今回もやっていきます。討伐戦がね、もうすぐ終わろうとしてますね。いやー、小生魔王恋の争いがすごくてね、ちょっとランキングね、ちょっと私もこう喋ってる余裕もあんまりないんですけど、ボーダーをね、ちょっと話というか最後ね見ていきたいと思います。一応ね、今までのボーダーだ、じゃあちょっと今のねボーダー見るか。いや、私も余裕ぶっこいてらんないんだけどね。ただいま私が439位だね。あと10分でこの順位を守れるかはわからないが、もうやりようがないんでね。私はこれで打ち止めです。190万なんだよね。あと10分もあるんで、もしかしたらもう抜かされちゃうかもしれないです。で、一応今までこの1日というか、これでかなり順位の変動があったんじゃないかなと思います、直前で。で、今までね、討伐戦はね、こんぐらいなんで118万点。まあ、ポイントのね、付き方も持ってる妖怪も違うんだけど、まあ、特攻なしなんでね、特攻なしでやって、いつもこんぐらいが、まあ、ボーダーに200万点を予想してたんだけど、まあ、それにほとんど近い形になって、私もちょっと油断してる間に抜かれてるかもしれないっていうね。なんかそれはそれで、まあ、やられたらやられたで美味しいかなとは思うんだけど、すごいね、そわそわしながら話をしています。だいたいね、私こんぐらいなんですよ、討伐戦。あ、これスコアタだ。で、その前のね、討伐戦とか、これはね、特攻があったのかな、駒川ちゃん、これも118万ポイントで294位なんだけど、まあだいたいこれぐらいなんだよね。武士王の時も100万で、この時はね、武士王が、最後にね、集中すればゲットできたっていうところで、あんまりみんなそこまでなってないのかなっていうのもあるんだけどね。極オロチの時は100万点いかなくて300位ということで、いかにね、今回レベルが高いか、まあちょっとポイントの付与の仕方ももしかしたら変わってるかもしれないんだけど、うん、かなりもう500位にしたのはね、大ヒットなんじゃないかなと思います。ちょっと私も若干、うわ、やばいな、444位だって、かなり順位が下がってて、あと8分持つか分かんないんだけど、まあ抜かれたらしょうがないって感じかな。でね、1200宝珠使ったな。うん、1200宝珠使って、最後あとこいつを、この課金を変えればまあなんとかなるかもしんないんだけど、いや、すごいよなこれな。最後のこの争いが、このドキドキ感がすごいなっていう感じで、どんどん順位が落ちていきます。で、一応ちょっとね、順位ね、1位がいて、もうこの辺はね、もうスコアが全然違うんですけど、50位、100位、250位で250万点か。これはすごいよね。だから、いかに500が186だから、もう俺やばいよねもうあと7分逃げ切れるかわからないうん、ちょっともう、でももうやりようがないんでね。ちょっといつもね、私イベントでね、使う宝珠って2300なんですよ。ですけど今回1100か200かな、使ってるので。で、私ね、魔王恋をゲットしても、小生魔王恋をゲットしても、輪廻持ってないんでね、使いこなせるかわからないんだけどね、この究極魔王恋ね。いや、これをやってる間にも抜かれちゃってんかな いや、これすごいよね、という感じで。残り5分になりまして、いやー、みんなそわそわしてる人がたくさんなんじゃないかなと思います。ただ、やっぱりね、この味方が残り4体の技封印っていうのはね、まあね、本当だから、輪廻とかね、国取りとかで、うまくね、組み合わせ、使いこなせる人はかなりいいんじゃないかなと思いますね。今回のキラコマ
とかもどうなんだろうね。なんか最初の私まだね1回とあと CPU でしか戦ったことないんだけど、小生キラコマね、なんかワンパンされちゃう感じがあるんで、なんか微妙っちゃ微妙なんだけど、強い小生キラコマとまだ当たってないかな。さあ順位どうなってんだろう。ああ大丈夫だ。あと5分あと5分どうなんだ。ちなみにちょっとランキングね、ごめんなさい、500位1個、750位で110万、1000位でね、100万切るぐらいで、3000位でこんなぐらいで、5000位でこんぐらいか、1万位、そして2万5000位という感じで、まあだからユーザー数が大体分かっちゃうよね、これでね、討伐戦やってるね。なんで、キャー、本当にあと5分、間に5分持つのかなって感じあるんですけど、一応ね、500位以内に入ると、小生の流玉ゲットできますんで、あと10万金貨か、10万金貨あるので、冬には、魔王コインね、あれですね、で、魔王コイが次のね、スコアタの多分特攻になるんですけど、最初ねスコアタって上げなきゃいけないじゃないですか、なんかね駒さん解放しなきゃいけないんですけど、だから魔王コイをね専用経験値玉あると思うんですけど、最初はね使わない方がいいかなと思います。レベル上がりすぎちゃうとメンバー編成できませんので、最初はレベルね上がるまでっていうか解放するまではね、魔王コイのレベルは超限界突破ね、この終わった後したいとは思ってるんですけど、一緒にもらえるね、専用経験値玉、これはスコアタでね、解放されてから使うといいのかなと。キャー、あと38、ちょっと大丈夫かな。いやーもうダメかもね。あと3分持つんだろうか。いやー持たないんじゃないかな、あと3分。いやーすごいねこれね。ということで、次のねイベントは鬼太郎、あそういえばゆるゲーインストールしてねえな、ゆるゲーやってみればよかったかなと思ったけど、ちょうどプニプニとね勝ち合っちゃったんで、あれなんですけどね、500位、いやーあと33位、あと2分、大丈夫でしょうか。本当に、いやこんな心配してんならやれよって言いたいところなんですけど、もうね交換できるもんがないんだよね。467位、早く終わってって感じなんだけど、まあこれでね、ダメだったらダメだったでまたネタになるんで、そうそうだけどね、今回やっぱね1200宝珠使っちゃったんで、ガシャ20連分とちょいだよね、25連分ぐらい。いやだからやっぱりね、そうリンネ持ってない私みたいなユーザーは撤退するべきでしたね。ほんと、あー468、これすごいね、ほんと困っちゃうね。どんな動画なんだって感じなんですが、もうやることはないので、次のイベントね、スコアターなんで、さっきも言った通りリン、なんだっけ、魔王コイはね多分いきなり最初から使えると思うんですけど、レベル上げねしないで徐々にね上げていくようにしましょう。もうドキドキしてるよ。月間累計キャンペーンね、最近ちょっと課金しすぎてるんですけど、これまたね3000円課金で10連できるっていうね、またいい商品出してるねって感じで、なんか去年こんな感じだったっけね、去年ってほとんどもう課金に頼らずやってきたんだけど、なんかねチケットやっぱガシャ引きたいんだよね、そこね負けてしまって。まあ特攻がねやっぱり今回雷光武士にはなかったんですが、そうするとかなりねきつかったなっていう感じで、さあもうここまで来るとランキングもう動かんのかな。うわあと29人ということで、あと1分で無事
終わることを祈りつつ今回の動画にしたいと思います。時を戻そうじゃなくて時動けよって感じで。あ、そう、あとね、ハグキさんね、空泣きじゃなくてバックベアードに合わせてハグキさんやってんだけど、やっぱ4周目も甘くないな。ちょっと15日に小生ハグキさん召喚するの。あ、終わった。あ、終わっちゃった。最後見れなかった。ということで、最終日にね、小生ハグキさん、行けなさそう。15日に、だから16日にもしかしたらね、行けるかもしれないんですけど、ちょっと今進捗は遅れがちです。さあ、ドキドキの順位ね。4時になったらね、行けると思うので、皆さんどうだったですかね。今後同じようなね、500位があったときは、私、撤退しようと思います。撤退っていうか、報酬がないよね。なので、本当にね、ダメだね。なんかうまく喋れないぐらい、なんか、心が落ち着いてないんですが、次回ね、4時からゆるげコラボキャンペーン始まりますんでね、ログインで鬼太郎ゲットできますんで、ぜひね、鬼太郎ゲットしてください。はい、じゃあ今回はこんな感じにします。ランキングね、いやー、どうなったかね、最後気になりますが、どうなんだろうね。ちょっと次はあんまり順位見れないな。順位じゃなくて、ちょっと鬼太郎ゲットして、その次になんかやりたいかな。国取りもね、新しく始まると思いますんで、国取りも楽しみにしましょう。四国志になるのかどうなんでしょうね。兵法がまた使えるようになるのか、それとも本当に縛りになるのか、はい、楽しみにしたいと思います。はい、じゃあすいません、飛ばせんでした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね飛ばせん、確か私再生リストに宝珠大事にって書いたんですけどね、生放送すればよかったな、これな、ちょうど時間もあったから。いやー、もうドキドキですね。はい、じゃあそれでは新しいイベントを待ちましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。